地元沼津の劇団がデビューなの？そうですね、そこの沼津演劇研究所というあの劇団がありまして、で沼津劇団って調べて一番上に出てきたのが沼津演劇研究所だったんですよ。でそこにちょっと僕お芝居始めたいんで教えていただけますかって電話をして、じゃあ何日に稽古をするから遊びにおいでっていうところが始まり。そう、何人ぐらいいらっしゃるの劇団には？10人ぐらいですか。全員参加してるわけじゃないですけど10人ちょっといて、大体、50代から70代の人しかいない。若手の人とかはいらっしゃらない？いないんです。だから僕が初めてですね、10代で入ったのは。じゃあ向こうもびっくりしてたし、びっくりした、なんでこんな若造が僕らのところに入ってくるんだみたいな感じでした。どういう内容の、あの芝居というか、うん、ね、チェーホフっていう作品の桜の園とか、そうです、プロポーズという題目をやらさせていただいたんですけど。君は何の役で演じるわけ？僕はその時初舞台は、17歳の時なんですけど、三人芝居で金持ちのお家に、まあ、結婚を申し込みに行く30歳の役を17でやった、やったんです。で娘さんは50歳の人が20代にやったんです。50歳の人が20歳の役を、じゃあ50歳と17歳が恋愛の芝居やってるの？あ、そうです、そうです。すごいね、ある意味面白いな。感情移入できないでしょ、ね、いやでもなんかおのずと感情移入できたんですよ。そう、ただごめん、お客さんは感情移入できない。すごいね。